今回の問題、トランクポートはデフォルトで何々の VLAN が通過できる。必要な VLAN だけと許可する場合は何々 VLAN の機能を利用する。トランクポートの設定の流れは、まずトランキングプロトコルを指定する、何々を設定する、何々 VLAN を設定する、何々 VLAN を設定する。この2つはオプションです。さあ、皆さん、このハテナに当てはまる言葉、わかりますか？それでは、答えはこちらです。今回も一緒に勉強を頑張っていきましょう。お世話になっております、マサルです。今回は、アラウド VLANについて一緒に勉強していきます。ここ最近、トランクポートの話ばかりで、ちょっと疲れているかもしれませんが、ようやく今回の動画でトランクポートの話は一区切りするので、頑張って一緒に取り組んでもらえると嬉しいです。それでは頑張っていきましょう。これまでトランクポートについてお話をいろいろしてきました。トランクポートは複数の VLAN が属することができます。デフォルトでは全ての VLAN がトランクリンクを使って通信することができます。ただ、全てを通信させると通信量が多くなりすぎることも考えられます。こちらの例を見ると、VLAN1、VLAN10、VLAN20 の通信が発生していますが、VLAN20 だけ通信が頻発しているようですね。その場合に VLAN ごとに通信を制御して、この VLAN は通す、この VLAN は通さないという設定をすることもできます。例えば VLAN1 と VLAN10 だけ通したい。通信量の多い VLAN20 はトランクリンクを通過させない。このような設定をすることもできます。流れで見てみましょう。現在はデフォルトの設定です。トランクリンクではどんな VLAN も通すことができます。今回は VLAN10 と VLAN20 で考えていきます。今はデフォルトの設定なので両方通ることができます。それでは今回は VLAN10 だけトランクリンクを通したいとします。その時に利用するのが Allowed VLAN コマンドです。Allowed VLAN コマンドで指定した VLAN だけがトランクリンクを通過できるようになります。例えば、スイッチポートトランク、アラウド、VLAN10。このコマンドを設定すると、VLAN10 だけがトランクリンクを通過できるようになります。VLAN10 だけなので、VLAN20 は通ることができなくなっていますね。アラウド VLAN で指定する VLAN は、カンマやハイフンを使って複数指定することもできます。VLAN10 から VLAN20 をまとめて指定したい場合は、スイッチポートトランクアラウド VLAN10-20 と設定してあげます。 VLAN10 と VLAN20 をそれぞれ個別に複数許可する場合はスイッチポートトランクアラウド VLAN10-20 です。この設定をすると VLAN10 と VLAN20 だけがトランクリンクを通ることができます。それではパケットトレーサーを使って今回勉強したアラウド VLAN の設定をやってみましょう。パケットトレーサーに移動します。それではパケットトレーサーを使ってアラウド VLAN 使ってみましょう。今回は VLAN10 の PC と VLAN20 の PC と VLAN30 の PC、 そしてスイッチ同士がトランクリンクでつながっているような構成を用意しています。今まで疎通確認をするときには PC を選択してピングを使って疎通確認をしていたんですが、いちいちピングで疎通確認するのも大変になってきているので、今回からシンプル PDU という機能を紹介しようと思います。シンプル PDU を使うと手軽に疎通確認することができます。ではシンプル PDU を使って各 VLAN が疎通確認できることを確認したいと思います。シンプル PDU はとても手軽です。こちらのシンプル PDU を選択してどこからどこに向かって疎通確認をしたいか選ぶだけです。 PC0 から PC3 同一 VLAN10 同士で通信させるとこの右下の画面に疎通結果が出てきます。今回サクセスフルになっているので疎通できているということですね。同じように VLAN20 と VLAN30 も行います。 VLAN20 の PC1 と PC4、 はい、サクセスフルになっています。次に VLAN30 の PC2 と PC5 をやってみるとこのようにサクセスフルになって通信できていることがわかりますね。各 VLAN がトランクリンクを通過できているということです。念のためスイッチの設定状況も確認しておきましょう。トランクリンクを確認したい場合はスイッチを選択して Show Interfaces Trunk です。 Show Interfaces Trunk を実施するとポートの4番を使ってトランクリンクができていて、
トランキングプロトコルとして .19 を使っていて、ネイティブ VLAN は VLAN1、 許可されている VLAN の項目には全ての VLAN が入っていることがわかります。ではここから VLAN10 だけがトランクリンクを通過できるように設定をしてみたいと思います。アラウド VLAN を設定するときにはインターフェースを指定して、スイッチポート、トランク、アラウド VLAN で対象の VLAN を指定します。インターフェースを指定して、トランクリンクでの通過を許可したい VLAN をアラウド VLAN コマンドで指定してあげます。今回は VLAN10 です。アラウド VLAN の設定は両方のスイッチでしっかり設定しましょう。今スイッチ0を設定したので、対抗のスイッチも同じように設定をします。対抗のスイッチで対象のインターフェースを指定して、スイッチポート、トランク、アラウド VLAN10 設定します。では設定が完了したので、トランクリンクを VLAN10 だけが通過できるようになっているはずです。本当にそうなっているのか確認してみましょう。先ほどと同じようにシンプル PD を使って各 VLAN の通信を確認していきたいので、先ほど実施したシンプル PDU は削除しておきましょう。カーソルを右側に動かしてデリートを選択してください。すべての項目をデリートしておくと見やすくていいと思います。では同じように PC0 から PC3、 VLAN10 のシンプル PDU を使った疎通確認を行います。 PC0 から PC3、 はい、サクセスフルになってますね。 VLAN20 を行います。 PC1 から PC4、 はい、フェイルドになってますね。では次 VLAN30 を行います。はい、 VLAN30 も失敗ということになっています。 VLAN10 だけが通信できるようになってますね。スイッチで show interfaces trunk も見ておきましょう。ポートの4番では許可されている VLAN として VLAN10 だけが指定されていますね。このような設定になっているので、トランクリンクでは VLAN10 以外の通信は通信できなくなっています。ではここから VLAN20 もトランクリンクを通過できるように VLAN20 を追加してみたいと思います。今行っている設定に対して追加を行いたい場合には、スイッチポート、トランク、アラウド VLAN、add20 とつけます。もしこの add をつけずにスイッチポート、トランク、アラウド VLAN20 にしてしまうと、20だけが許可されることになってしまうので、今ある設定に対して追加をしたい場合は add を使いましょう。この設定をすると VLAN10 の今の設定に対して VLAN20 が追加されて、結果として VLAN10 と VLAN20 が通過できるようになります。ではやってみましょう。対象のインターフェースを指定して、スイッチポート、トランク、アラウド VLAN、add20 です。対抗でも同じように設定しましょう。対抗でも同じように add20 で設定します。今の設定がどうなっているのか、show interfaces trunk で見てみましょう。show interfaces trunk の出力結果はこちらです。許可されている VLAN の中に20が追加されていますね。ではこの状態で VLAN20 が通信できるようになっているのか確認してみたいと思います。一度シンプル PDU の結果は消しておきましょう。それでは実施します。まず VLAN10 同士の通信は問題なくできています。 VLAN20 同士の通信はどうかというと、はい、サクセスフルで問題ないですね。 VLAN30 はできないはずです。はい、インプログレスで失敗となっていますね。VLAN10 と VLAN20 が通信できるようになっています。では次の項目で VLAN10 から VLAN30 までをまとめてトランクリンクを通過できるように指定してみたいと思います。この場合は VLAN10 から VLAN30 なので、 VLAN11 とか12とか21、22とか、そういった全ての VLAN が含まれています。では設定をしてみましょう。まとめて設定をする場合は、スイッチポート、トランク、アラウド VLAN10-30 ですね。はい、では対抗も同じように設定してあげましょう。対抗にも同じようにスイッチポート、トランク、アラウド VLAN10 から30です。ではどんな設定状況になっているのか show コマンドで見ておきましょう。はい、許可されている VLAN が10から30となっていますね。こうなっていれば11、12や15、16、21、22とかですね、そういった VLAN も通過することができます。VLAN30 が念のため通信できるようになったのか試してみたいと思います。 VLAN30 同士の PC2 と PC5 をシンプル PDU を使って疎通確認を行います。はい、サクセスフルで通信できるようになってますね。では最後に除外もやっておきましょう。今ある設定から特定の VLAN だけを除外したい場合は remove で指定してあげます。
スイッチポートトランクアラード VLAN リムーブ30です。今から VLAN30 をトランクリンクの許可 VLAN から削除したいと思います。対象のインターフェースを指定してスイッチポートトランクアラード VLAN リムーブ30です。対抗にも同じように設定をしてあげましょう。スイッチポートトランクアラード VLAN リムーブ30を対抗のスイッチに設定します。ではスイッチの設定状況を確認しておきましょう。 Show Interfaces トランクです。はい、10から29が許可 VLAN として通信できるようになってますね。念のため VLAN30 同士で通信できなくなっていることを確認してみましょう。シンプル PD を使って PC2 と PC5 を選択して、結果失敗になりましたね。 VLAN30 だけ通過できなくなっています。それでは今回はアラード VLAN を使ってトランクリンクで通信できる VLAN の制御をやってみました。実習お疲れ様でした。はい、実習お疲れ様でした。それでは冒頭の問題の答え合わせをしておきましょう。トランクポートはデフォルトで全ての VLAN が通過できるようになっています。必要な VLAN だけを許可したい場合はアラード VLAN のコマンドを使って特定の VLAN だけを指定することができます。今回の動画でトランクポートに関する動画は最後なので、これまでやったトランクポートの設定の流れを振り返っておきましょう。まずはトランキングプロトコルを指定します。トランキングプロトコルは .19 か ISL を覚えておきましょう。 .19 しかサポートしていない場合はトランキングプロトコルを指定する必要がなかったりもします。トランキングプロトコルを指定したら次はモードを指定します。モードアクセスとかモードトランクとかそういったモードですね。DTP についてもお話ししてますので DTP もしっかり覚えておいてください。その設定が終わったらネイティブ VLAN を設定します。ネイティブ VLAN はデフォルトで VLAN1 になってますが、もし変える場合はネイティブ VLAN の設定をしてあげてください。ネイティブ VLAN は .19 しかサポートしておりませんので、そこもしっかり覚えておきましょう。最後に今回やった許可 VLAN の設定をします。アラード VLAN の設定ですね。デフォルトではトランクリンクを全ての VLAN が通っていくので、通信を制御したい場合はアラード VLAN を使って通信させる対象の VLAN を指定してあげてください。はい、それでは今回は一緒にアラード VLAN について勉強してみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もし今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。